ウィンブルドン、イギリス、イコール小石川博之、ロンドン郊外のオールイングランドクラブで6日に行われたテニスのウィンブルドン選手権の女子シングルス3回戦で、第1シードのイガシフィオンテク、ポーランド、が、世界ランキング35位のユリアプチンツェは、カザフスタン26、263、162対6で逆転負けした。前回4強のエリーナスビトリナ、ウクライナ、は前回準優勝のオンスジャブール。 チュニジア、に勝って四回戦に進出。男子シングルス三回戦では、第二シードのノバク・ジョコビッチ、セルビア、第四シードのアレクサンダー・ズベレフ、ドク、ラが16強入りした。女子ダブルスで柴原エナ、橋本創業、レーラ・フェルナンデス、カナダ、グミが三回戦に進んだ。全仏オープン三連覇のシフィオンテクは、芝のコートの上で呆然としていた。 タンクを限界まで詰め込んだのに気づいたら空っぽになっていた。第一セットはいつも通りの危なげない試合運び。ところが第二セットに入ると目いっぱい早いプレーを心がけたという相手に対して信じられないようなミスを連発した。リターンを宙に打ったりネットにかけたり、どんどん力を失っていく感じで取り戻せなくなった。赤土の女王にとって 今大会は乗り越えなくてはいけない壁だった。最高成績は前回の8強。苦手な芝を攻略しようと、今回は前哨戦を欠場して早めに現地入りして備えてきた。結果的には、そんな入念な努力が裏目に出た。精神的にも肉体的にも、何もせずに回復する時間が必要だったのかも。おそらく一番苦手とする休養の大切さを痛感していた。